皆さんこんにちは、現代のもののけ姫ことまこです。この度公益財団法人 JKA さんが行っている競輪とオートレースの補助事業を広く知ってもらうためのアンバサダーとして活動させていただくこととなりました。一人の力は小さいけれど、一人の力は一つじゃない。みんなが手の届く範囲から動いていけば、世の中にいい循環が作り出せるはずという考えのもと、社会課題の解決に取り組む活動を支援しているものです。私もまだまだ知らない、障害あるなしに関わらずなんですが、いろんなジャンルでチャレンジして頑張っている方々や団体さんをサイクルという紹介ウェブサイトと、あと私の YouTube や SNS で今後お伝えしていきたいと思います。サイクルのサイトでは補助事業による支援活動を取り上げています。さまざまなジャンルで社会課題の解決に取り組んでいる団体を記事や動画で紹介しているので、ぜひご覧になってみてください。初めての体験を見て聞いて発信し、こういう補助事業っていうのはやっぱりまだまだ私も今回お話しいただいて初めて知ったんですけど、まだ知らない方に知っていただくことで、いろんな可能性を広められるお手伝いができるんじゃないかなと思っています。でもすでに7月より2022年度の機械振興補助事業っていうのと、2022年度の公益事業振興補助事業の申し込みが開始してますので、なんか団体さんの方でね、チャレンジしたいんだけど、こういうイベントしたいんだけどとか、こういう取り組みしたいんだけど資金が足りないんだよねっていう方は、概要欄にあるサイクルの補助申請ページを貼っておきますので、そちらをぜひご確認ください。私も車椅子になってやっぱいろんな事業を頑張ってる団体さんにたくさん出会って、でもどうしてもこういう事業ってなかなか資金がうまくいかなくて、続かなくて、できなくてっていうお話もよく聞きます。なので、今回こういう動画を通してこういう事業を知ってもらったり、あとこういうことしてるんだとか、こういうこともできるんだっていうのを、なんか私の動画とか、そのサイクルさんの動画を通して皆さんにもっともっと知っていただいて、こうだったら実現できるかもしれないっていう思いを、なんか知っていただけるお手伝いが私のそのアンバサダーの仕事としてできたら嬉しいなというふうに思ってます。なので今後その JKA さんがやってるその補助事業の活動っていうのをいろいろこう SNS で発信していく機会っていうのが多くなると思うんですけど、絶対皆さんのためになる情報だと思ってるので、ぜひチェックしていただけたら嬉しいです。ということで、今回はアンバサダーに就任しましたっていう、ご報告の動画になりました。今後とも引き続きよろしくお願いします。では本日も最後までご視聴ありがとうございました。